恋がしたい。羽が生えたら恋がしたい。恋がしたい。羽が生えなかったら恋ができない。できない。まあないんですよね、浮いた話が。あ、まあない、まあない。あるでしょ。ないです。先生なんかないんですか、医学的にこう恋を、恋に落ちるような方法は。あ、恋に落ちる。だからそういうホルモンを、はい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 、恋をしたくなるようなホルモンを出す方法ってのがありますから。あ、そうですか。え、なになに、恋をしたくなるっていうよりも、はい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 、その男に、男をその気にさせる。え、なになに、なになに、なに、そのホルモン何ですか。なんで言わなかったんですか。そういう、例えば、はい、例えばね、そのボクシングとか、そのプロレスの試合でもいいですよ。ああいうのを見てるじゃないですか、はい、それ見てすごい興奮してくるわけですよ、はいはいはい、とアドレナリンがこうみんな出てきて、はい、それから一緒にその時にこう それにそらうホルモンが出てきて、はい、それが終わった時に、はい、ふと男の方を見て見た時に、はい、男はあ、この女いいと思う、はい、私プロレスリングアナやらせていただいてるから、うん、そんなアドレナリンが出る場所にめっちゃ行ってるにも関わらず、まあないですよ。だからその一緒に男、まあ、男と一緒に行かないから、誰かと行った時にですよ、誰かと行って見てて、その後で、はい、その時に男が 見たら、はい、あんたに好きになる。じゃあプロレスデートはええってことですか。そうそうそう、その人をその気にさせるためには、うん、させる、させる。いけるんじゃないですか。行こう行こう、めっちゃ行こう、うん、毎日毎日いろんな団体見に行きますわ。本当そうですよ。え、でもそれ誰か誘う相手がまずいないとダメって、ね、ダメって、ね、羽が生えてから考えてください。羽が生えてから考えてます、はい、ね、ちょっとこの1週間どうでした、友田さん。そう、いつもこんな親父の話みんな聞いたってしょうがないんで、なんであなたの話をみんな聞きたいわけですよ、ね、みんなリスナーって聞きたがってんのに黙ってるから、すごい私不満さっきから言われるんですよ、なんでしゃべり出すの。私はなんか言わせないような感じで思われてるから。そんなことないですよ。全然全然全然、どういうことをして具体的に何をしてきたこと、いつどんなことがありましたと、そういう話をちゃんとしてほしいですね。めっちゃ攻めますよ先生。本当に。いやでもなんか台本には、うん、最近あった出来事などを話していく、うんうん、今回は友田さんの仕事の裏話を中心に聞きたいです。そうです、聞きたいよね。こんな変わったファンがいた、撮影現場で起こった珍事件、うん、女優さんに手出してひどい目に、マネージャーの失敗談などってこういうの書いてあるんですか。あるんですか、はい、全くないです。あ、ないの。何もないんですよ。だからもうさっきもないです。前にね、もうだいぶ前の話ですけどね、はい、AV を実は作ったことがあるんですよ私。何ですか衝撃発言。作ったことあるの。でもちろん売るとこまでいかなかったんだけど、はいはいはい、ちゃんと撮影したことあったんですよ、はいはい、ね、私はエグゼクティブプロデューサーだから、お、何をしたわけでもなんでもないんですけど、はい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 、でその時にそこに出た女優さんが言うには、はいはい、そこの映画の中でね、男とエッチをしても全然感じませんと、はい、エッチはやっぱり彼氏じゃないと全然感じないんですと言ってたけど、はい、そうなんですか。いやいやいや、そんなん言うたらもうね、トモチンの見てる人に夢なくなる。トモチンは違います。私は違います。やっぱり私は違います、うん、本当。でも、はい、そうに言ってた人がいたから、そんなもんかなと思って聞いたことありましたけどね、人それぞれですよね、人それぞれ。でもさっき作家さんに、うん、トモダさんの私生活が見えませんって言われたんですよ。 あそんな超オープンですよ、見えますよね。ひどくないですか、見えないですとか言え。でもそれ最近言わないでしょあんまり。だから結構言いますよ、携帯の番号言わないとか。080言いますよ、そりゃ080 結構言うんですけど、でもなんかこの間結構最近結構言われるんですよね、何やってるか分かんない、全然私生活が見えない。ま、ちょっと聞いていいですか。はいはいはい、はい、私なんかどういうプライベートどう過ごしてそうですか、はいはい。なんか可愛いぬいぐるみ置いた部屋に住んでそうですよね、うん、マジですか、うんうんうん、ぬいぐるみね、あ、一個もないとかあります。あるでしょ。それでしょ、それぽいぽいぽい、全部ファンの方からいただいたものなの。あれ自分で揃えたんではない、ないんです。だからイメージなんですよ。そうなんですね、そういうイメージやからファンの人は、うん、でもなんかこういうキャラクターが好きですとか言ったらやっぱくれるじゃないですか、うんうんうん、ファンの人がこれプレゼントですって言ってくれるので、それをやっぱバーッ、中に盗聴器入ってるぬいぐるみ用でしょ。知らん。入ってるかもしれない。手入ってる。チェックした方がいいですよ。ぬいぐるみは。結構見られてるかもしれない。そうそうそう。だからもうプライベートもみんな知ってるね。わ、バレてる。バレてるバレてる。このくらいのカメラ入ってないですか。入ってる入ってる。でかい。結構でかめのカメラ。でかいよ。結構でかいですね。皆さん何してプライベート何してます？普通。逆なんやろ。何でやってますかあなた。まあ先週のこの帰り道は。私コンビニでチューハイを買って飲みながら歩いて帰って
ほんじゃこの後9時からの葛飾ナイトのロケに出てた森代表とたまたま会って、うん、思いっきり、でもよかった、初めなんか鬼殺しかワンカップ大関か迷ってたんですけど可愛く中輩にしといてよかったわと思って可愛いね、まだ可愛 い、ま、いですね、じゃないですか、ちょっと喉乾いてて、うん、まあ夏やしお酒も飲みたなるなで済むから、うんうん、よかったセーフと思って、なんで飲んだんですか。え、それやさぐれてるからやさぐれてるからですよ。でもそれいいですね、飲みながら帰るって。そうそう、やさぐれてね、髪の毛もね、これちょっとユーストリームの方しか分かんないと思うんですけど、はい、遅れてきた反抗期みたいにちょっと急に髪の毛をもう10年ぶりぐらいに明るくしてみました、だってもうバッサリきましたもんね。バッサリってもうね、まあ、やさぐれとりました、やさぐれてないでしょ。先生の私生活どうなんですか。いやいや、私生活もなんても本当私なんかもう最初から朝から晩まで仕事仕事ですから、もう口は寝るだけですからと、そんな本当にそう、寝るだけ、ただもう起きたらすぐ仕事で、そう、あのねお医者さんってあの午前と午後の診療あるじゃないですか、その間って何をしてはるんですか。まあ、あの普通はあの往診をしたり、はあ、その時間する時間がありますよね、うん、まあ私はしないけど、あれえ、ちょっと選びたいです先生、その午前診と午後診の間何しては、え、結構いろいろ忙しいんですよ、そのまあそれいやいや本当に笑ってごまかされたのがありますけど、やることありますから、それはそれなりにやることあるんですよ、ね、だからまあみんな忙しいですよ本当に、遊んでる人なんか昼寝してる人なんかいないですよ多分。あ、そうなんですね、うん、やってますよ医者はね、うん、大変だな、大変ですよみんな本当に、皆さんそうなんですよ、働きますね、働きますねちょっと生活オープンしていきます私これから、オープンに、あ、じゃあ今日のお昼何食べました。今日のお昼、うん、食べてないっす。あれ夜はまだ食べてないです。あれ朝は何も食べてないです。え、食べてないの、何も食べてないの、食べてないです。だからもう終わったらもうガッツリ行きますよ、ガッツリ。え、じゃあ昨日の夜は何を。昨日は撮影だったんですけど、うん、お弁当です。はぁ、うん、うん、普通、うん、もうちょっとこれからね、ここで いろんなこと話せるようにオープンしていきます。はい、はい、さあこの後20時20分から若手お笑い芸人さんによる全力ゲラゲラ1分間、そして30分からは元レスリング選手でプロレスのレフリーなどでご活躍されているタイガー服部さんをゲストにお招きします。リスナーの皆さんからタイガー服部さんへの質問を募集します。メールアドレスは 789@kfm789.co.jp 789@kfm789.co.jp、 ファックス番号は0356705332、 0356705332 でお待ちしております。それでは今夜の一発目のコーナー行ってみましょう。ドクター林のあなたの寿命を伸ばします、今日の健康。こちらのコーナーはドクター林が最近話題の医療と健康について解説していきます。先生、今回のテーマは何でしょうか。今日は寿命を伸ばす健康法というほどちょっとお話したいと思いますね。寿命を伸ばす呼吸法、呼吸法、健康法って言ったの、ね、呼吸法、呼吸で寿命が伸びるというか、まあ、とにかく体に呼吸はどういう呼吸かということですよね。どういうことですか。ただ息を捨てちゃっていけないって話。ただ単にボーッと息を捨てちゃダメ。要するに呼吸法ってのほら、はい、ご存知のように腹式呼吸だとかいうのですよ。腹式呼吸はなんて体にって言ってるじゃん。だから普通に呼吸してる状態は息を吸ったり吐いたりしてるっていうのは、要するにその7割方腹式なんですよ。あ、そうなんですか。そうそう、で胸式呼吸って言うけど、胸式呼吸ってこう胸を、例えば深呼吸最後にこう胸を張ってでこうやりますけどね、はいはい、あれはまあ基本的には胸式呼吸ですよね、はい、それでもやっぱりお腹を使ってるわけですよ。で腹式呼吸っていうのはそのお腹を膨らましたりへこましたりしながらあの呼吸するでしょ。でその時にお腹をこうずっと膨らました時に、ここにある横隔膜っていうのが、肺の下にある横隔膜っていうのがずっと下がるわけですよ。でこれがずっと下がると、この肺がブーッとこう膨らむわけ。そしてそのこの横隔膜をいかに上げ下げを大きくするかっていうのが、あのゆっくりしゃべって、今先生自分の話しながらカンペを持ってみて、ゆっくりしゃべディレクターからもらったカンペをもっとゆっくりしゃべれって、ね、すごいゆっくりしゃべると、ね、それで、はい、とにかくお腹を
こううんと膨らました時に肺が肺の体積が一番大きくなるわけですよ、はいはいはい、だからできるだけお腹を膨らませるというかこの横隔膜を下げるのが、はい、いかに下げるかによってその呼吸取り込む空気が多くなるつまり酸素の量が増えるわけですね、はい、だからそういう意味で腹式呼吸って体にいいということなんです、はい、だから、まあ、腹式呼吸歌を歌ったりなんかすることもいいし、はいはいはい、それからヨガとか座禅とかなんかでこうゆっくりゆっくり腹式呼吸やりますね。でこれは今非常に体にいい、はい、つまり酸素をたくさん取り込むということはそれだけ体 の組織に酸素が入ってきますから、うん、非常にこう細胞もかすみずみずしくなってくるわけですね。だそれはすごくいいんだということなんですけど けども今度はそこに、はい、まあ、我々がやってきたようなその吹き矢、あね、先生だって吹き矢やってありますもんね。吹き矢式呼吸はいはい、はい、来た吹き矢というのは吹き矢吹き矢というのはこう筒を構えて、はい、プッと吹くわけですよ、はいはいはい、でその息を吸うときには腹式でずっと息を大きく吸い込むわけですね、はい、で吹くときに一気にフッと吹くわけですよ、はい、それで普通の腹式呼吸っていうのは息を吸ってゆっくり吸ってそれがゆっくり吐くと、これが腹式呼吸ですね、よくやってるね、はいはいはい、でそれを吹き矢の場合には息をずっと吸い込んでって腹式で吸ってそれを一気にフーッと吹くです。ここがその違い、はい、違いですね、吹き矢と腹式の腹式呼吸の違い、はいはいはい、でこの息を一気に吹き息を一気に吹き吐き出すときにつまり横隔膜がこうずっと下がった横隔膜がブッと上に上がるわけですよ、はい、急にパンと上 に上がると、はい、上に上がるとその時に要するに心臓を刺激するわけですよ。へー、心臓を刺激するってことは要するに心臓をマッサージすると同じような効果があるわけですね。え、なんだそれ。だから必ずっていうかその吹き矢がいかに体にいいかっていうのは、はい、息をこう吸ってそれをフッと吹いた時に一気に心臓をプンと刺激する、それによって今度心臓から血液がワッと流れるようになって、はいはい、そうするとその勢いでずっと体の隅々まで酸素が運ばれるということなんですね。へえ。だから普通の腹式呼吸よりもずっとその健康っていうかまあ体にそのすごくいいということを言うわけですね、はい、つまり心臓もこう刺激しますから心臓がもうだんだん年取ってくると弱ってきますので、うん、そういうのがこう普通にあのこう刺激するような形で心臓をマッサージするような格好がなってますから、はい、その心臓の機能に対してもいい、それから血液の中に、酸素がたくさんこう体の隅々まで運ばれるために、組織が活性化してくるということになりますね、うん、それから今度はこの吹き矢でフッと吹いた時に、はい、このお腹腹筋がこう腸をグッとこうあのこれも刺激するわけで締めるわけですよ、はいはいはい、と腸を刺激されますから今度腸の動きが非常に良くなって、はい、便秘などがあの便通が非常にいいことづくりじゃないですか。いい本当にいい、これね、吹き矢をやった人がいろんな病気の体験こういうの良くなりましたっていろんな体験出してくるけど、はい、もうすごいいろんな効果びっくりするような効果が本当あるんですよね。だからねそれはねぜひあの皆さん試された方がいいと思いますね、はいはい、先生吹き矢やってはるじゃないですか。先生吹き矢やってはりますよね。あれってマイ吹き矢なんですか。そうですよ、自分で一応みんな吹き矢持って あれどこで吹ってるんですか。売ってるって要するに教会今あのスポーツ吹き矢協会となって、はいはい、スポーツ吹き矢協会そうスポーツ吹き矢協会、はい、スポーツ吹き矢協会って今あるんです、はい、もう本当全国組織になってるし、ハワイ全国何人ぐらいですか。もう何万人いてるんじゃないですか。すごいです、入りたい、これ本当すごくいいし、はい、あのあれですよ、もうこれから多分国体ぐらいまで行きますから、先生今度吹き矢持ってきてください。持ってきてみたいです。前吹き矢みたい。前吹き矢ね、え、じゃあ吹き矢道場にみんな通うときは前吹き矢をこう抱えていくわけですか。そうです、みんな抱えて持ってますよ本当に。吹きたいんですけど、あの吹き矢入れとか売ってるんですか。あ、もう全部もちろん、超かっこいいですよね。専用のケースがこうやって入ってたら吹き矢持ってたらかっこいい、ま、パーンって出たら吹き矢と思うんですよ。そう、本当にそれはね、あのやっぱ楽しい、それが競技ですけど、これやっぱり競技をやるんですけども、はい、やっぱりどんな例えば体のハンディキャップのある人でも、はい、健常な人でも、はい、同じような状況で、試合ってあれ臨めるから、そういう意味ではいいと思いますね、うん、そういうスポーツはあんまりないですからね、はいはい、だからまあ今のところお年寄りがすごく多いんですけどね、今本当子どもたちもみんなやるようになってきてますから、これからもっともっと広まっていくんじゃないでしょうかね。吹き矢ってあの気軽にできるような、そんないっぱい全国に教室があるんですか。今かなり全国もできてますよね。だから基本的にはもうやっぱり5メーターぐらい距離があれば家でもできますから、はい、家で吹き矢の練習、お父さんの頭リンゴでも乗っかってこうやって吹き矢ですか。すごい、ね、本当に健康になりますよ。そう、私便秘なんで。あ、便秘治りますよ。便秘も治るし、本当に肌もツヤツヤしてくる、髪の毛も生えてくる、いうことづくめです。ことづくめで吹き矢いいこと聞いた。2011年吹き矢やな。そうです、本当そうです。来ますねこれ。間違いない、ホットヨガピラティスの次吹き矢。吹き矢ですね、うん、吹き矢には筒があるけれど、うん、はい、吹き矢を吹けば筒がないと。うわー、頭よろしいよね。はい、それでは以上
ドクター林のあなたの寿命を伸ばします、今日の健康でした。それでは今日のともちんのおすすめナンバー、プリンセスプリンセスで世界で一番暑い夏。続きましては このコーナー、全力ゲラゲラ1分間。こちらのコーナーでは素質を持ちながらもまだ世に出ていない芸人さんや、何の素質もないのでこのまま世には出ていけないだろうという芸人さんを招きして、なんとか世に出るきっかけにしていただこうというコーナーです。それでは本日の芸人さんを紹介したいと思います。林正行さんです、どうぞ。はい、皆さんこんばんは。ドクター林事務所預かりの新米林真理でございます。大丈夫だよ、こんばんは。ね、私はいつもこういうピンチヒッターとか、時間つなぎだけ登場するというものでございますんでね、よろしくお願いいたします。私はもうこう20年来プロレスのリングドクターをしております。
まあ、プロレスってのはね、最近だん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 人気がなくなってきちゃいましてね、昔はもうみんなゴールデンタイムにやってね、3000万人みんなもうファンがいるなんて言われましたけどね、今だんだんもう夜中しかやってないでしょ、夜中の30分ぐらいしかやってないんでね、今プロレスは知ってるって言うとみんな猪木ババアなんていまだに言う人いますけどね、もうみんな死んじゃいましたよね。猪木さん、猪木さんまだまだ生きてる、猪木さんはね、まだまだ元気ですよ。もうね、私プロレスのリングドクターの仕事というのは、プロレスラーの健康管理と、それから試合中に怪我をしたらそれを適切に処置をすることなんですね。もうね、最近はみんな本当危険な技ばっかりやってますからね、もうロープの最上段から真っ逆さまに落としたりですね、もう投げっぱなしやマンチで後ろにね、もう放り投げたり、もうみんな頭とか首を攻撃するようなね技ばっかりで、本当毎回ヒヤヒヤしながらね見てるんですけどね、もう何かあった時にはすぐリングに上がって、すぐ状態を観察する、これは危ないと思ったら救急車呼んでと周りにいる若手の声を、そうするとみんな敵が動いてちゃんと手配をしてくれるんですね。時々私が焦って医者呼んでって言うとね、みんなどうしていいか分からずにね、うろうろしてますけどね。まあ私がリングに上がるのは選手が心配だからが半分、あとの半分はただの出たがりと。プロレスのね、あのプロレスの健康管理っていうとやっぱり病気の時もちゃんとね手当てしてあげなきゃいけないんですよ。まあ時々ね、プロレスはもうほんとみんなわがままでね、もう時々電話してきてね、先生すいません、ちょっと熱が出ちゃったんですけど注射一本打ってくれませんかなんてね、平気で言うんですよ。だけどそこまで行けないから、もうちょっとどこまで来てくださいよなんて言うから、まあしょうがないからこちらもね注射持って車で行って、向こうも車で出てきますよ。これで途中で落ち合って、まあ、適当なところに駐車場に止めて片方の車に乗り込んで駐車するなんてことやってますよね。およしよ、こんなとこ人に見られたらやばいよなって言いながらやってるんですけどね。この前ね、どこで見てたんだかおまわりさんが来たんですね。ちょっと本当はそこで何やってんのって言うから、え、何もやってませんよ、別に風の駐車してるだけでしょって言ったらね、それでも信用してくれない、ちょっとあんたこのままこのままで来なさいって言って、ね、連れたこと連れて行かれたことありましたよ。でね、いろいろ説明して分かってもらえそうになるんだけど、だけどそのまあなかなかその分かってもらえない。だから私もね、あんまり腹立ったのが、じゃあお前さん一体これはどういう罪で言ってんですかって言ったら、向こうも言うにこと書いてですね、駐車違反だよって。おー冴えてるな、今日の先生。プロレスラーやプロレスを愛して50年、まだまだこれからプロレス発行のためにね、協力していくつもりでございます。どうぞ皆様も時間とお金のあるときは会場に足を運んでいただきますようお願いいたします。ありがとうございました。あ、すごい先生、漫談家ですやん。これ R1 で貼った方がいいんじゃないですか。ぜひとも。はい、それではこれから林真明さんに1分のネタを、1分のネタやっていただきます。やっていただいたので、はい。もうこれで私たちが、はい、じゃあ今日はじゃあ2人で。2人で合計20ゲラゲラ以上獲得した場合は、年末にドクター林先生が主催するお笑いライブに出演されるんですね。私出してもらえるでしょうか、それに。ねえ、まあ、ドクター林先生との話し合いもあると思いますが。さあ、それではいきますか。はい、じゃあまずスミレンヌさんから。これ難しい。いやでもね、すごかったです、ほんまに漫談家ですね。なので 8!すごい、すごいな。じゃあ私は、はい、あの先生の豹変ぶりにびっくりしたので、はい、9で、おお17です。あと 3本入るまでね。そうですよ。なのでね、リスナーさんから、はい、私たち2人とリスナーさんから採点してほしいんですけども、その採点方法はですね、私たち2人からは1人につき最大10ゲラゲラまで獲得されました。そしてリスナーの皆さんの面白かったというメール、ファックス1通につき1ゲラゲラを加点することになります。見事エンディングまでに合計20ゲラゲラ以上獲得した場合は、なんと年末の先生が主催するお笑いライブに出演することができますということですが、どんどん、はい、でですね、リスナーにの皆さん、芸人も甘やすこ、甘やすことない手厳しい感想で何でも結構ですから、あ、メールやファックスをいただけ、決して道を誤らせないようにお願いいたします。はい、はい、それでは、はい、メールアドレスは
789@kfm789.co.jp 789@kfm789.co.jp ファックス番号は 0356705332 0356705332 になります。リスナーの皆さんの面白かったというメールやファックス1つにつき1ゲラゲラとなりますので、ぜひお待ちしております。よろしくお願いします。果たしてリスナーの皆さんからメールは来るのでしょうか。最終結果はエンディングで発表します。以上、全力ゲラゲラ1分間のコーナーでした。それではここで1曲聴いていただきましょう。チャラで優しい気持ち。
それではここで番組にいただいているメールを紹介いたしましょう。はい、ですね、メタボの学び講義館さんからいただきました。お、林先生に1ギャラぐらい来てます。ありがとうございます。1ギャラ、あと、はい、まだまだダメだ。あとスミレンヌとトモチンのツーショットに10ムラムラ来ております。わお、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ですね、続きましてはこのコーナーに参りましょう。続きのコーナーはうざがられたって関係ないし質問集中砲火。普段めったに会うことのできないゲストへここぞとばかりに気になることをバンバン質問していこうというコーナーです。それではですね、はい、早速ゲストをご紹介いたしましょう、はい、本日のゲストは六本木で喧嘩最強と誠しやかにささやかれた人物でレスリングやプロレスのレフェリーなどでご活躍されましたタイガー服部さんです。よろしくお願いします。はい、タイガーさん、タイガー服部さん、よくいらっしゃいました。ね、これプロレスファンの方はまさかの大物ゲストにびっくりですよ。これは絶対あっていろんな話聞きたいですよ。プロレスファンの人は、ね、聞きたい。プロレスファンの人は何だか分かんないから。お笑い師だから何でも知ってますよ僕は。おお、プロレスの裏も表も、裏も表も、林先生の裏も表も。タイガー服部さんすでに若干寄ってらっしゃる。ちょっとだけね。赤い。なんかね、うちの先生友田さんのすごいファンがいて。すごいすごい。マジに。おお、多分すごいジェラシーしてんじゃないかと思ってます。マジですか、ね、早く言ってくださいよ。はい、そんな、まあ、服部さんにちょっと聞きたいのは、まあ、それプロレスのレフリーやったの知ってるけど、はい、一番最初のね、要するにその学生じゃなくてその向こうにアメリカ住んでるじゃないですか、ニューヨークに今住んでるでしょ、はい、その時にアメリカに行って渡った時のね、まずちょっとその辺の話から聞きたいんですよ。どういう状況でアメリカに行ってその前についちゃったのかっていうことをね。なんかすごいロングストーリーなんだけども。アマチュアレスリングでね、僕はね、はい、ダウンタウンこう江戸川区なんですよ。はいはいはい、中学校高校、ね、江戸川高校で、はい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 、初尾橋の、はい、すごい、ね、今日はなんか感激してます、ね、タイムスリップしたかのような。明治大学行って、はいはい、レスリング部に入って、世界選手権でアルゼンチンに行ったんです、うん、でそのまま居残っちゃった、はい、その頃の事情はアルゼンチンに行って、うん、そこで世界選手権やって、その後に転戦したんですよね、はい、ブラジル、コロンビア、ベネズエラ、最後メキシコ行って、ロサンゼルス行って、サンフランシスコ行って、それからずっと来て今になっちゃったっていうような感じで。今になっちゃった。そんな急に今になっちゃった。でそこで何やろうとしたんですか、アメリカ行ってます。いや、ただね、一番最初思ったのはやっぱりね、なんかちょっとサラリーマン嫌だし、あ、同じ生活しても一緒かなと思ってさ、はい、一番嫌だったのは月々にお金もらうのもなんか面白くないなと思ってさ。へ、あの頃はちょうどねベトナム戦争だから、あ、その時の時代が、あなたたちは生まれてないけどさ、いや、私生まれ、まあいいや、まあいいや、なるほどです、はいはいはい、まあそういう関係で、まあとにかく日本にいても大したこともできないし、アメリカに行っても大したことできるかわからないけど、はい、なんか試してみたいなと思ってさ、同じ人生だから、うん、うわー、かっこいい。ちょっとそのかっこいい本日のゲストタイガー服部さんへですね、皆さんもいろいろお聞きになりたいことがあると思うんです、うん、いろんな質問、失礼な質問も受け付けております。メールアドレスは 789@kfm789.co.jp、 メールアドレスは 789@kfm789.co.jp、 ファックス番号は0356705332、 0356705332。まずですね、焼きそばさんからいただきました。林先生ともちんすみれぬ、こんばんは。こんばんは。先週すみれぬのやさぐれ現場に遭遇しましたが、まず髪を短くなってて驚き、あれだけバッサリ短くしておいてそこに触れない人がいたにも驚きましたけど、さてタイガー服部さんに質問ですが、 レフェリーをしやすいしにくいレスラーのタイプがいたら教えてください。あ、しやすいしにくいでいっぱいいますよ。あれ大丈夫ですか、ね、言っちゃった、はい、プロレスはやっぱりね天性だから、はい、動きがあってね、やっぱり格闘技だからね、はい、動く範囲も決まってるから、はい、本当に上手い選手はね目つぶってもレフェリーできる。例えば片っぽがものすごい柔道が達人で、はい、何も知らない人と
例えば審判やってくださいって言ったら、はい、すっごい大変だと思う。へえ、やっぱお互いにすごいな、もう上の人間だったらね、本当目つぶっても分かる。そんなもんなんですか。呼吸で分かるね。へ、呼吸で分かる。だけどこれからとかもうちょっと動き方が分からない人だったらゴルフなんかと一緒だと思うんだけど、うん、はい、やっぱりいろんなとこ打っちゃうじゃない。あ、はい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 、プロレスでも何でもね、格闘技が動くとこは人間の範囲って決まってるから、はい、この感覚で動くって呼吸法があるしね、うん、先生、お、呼吸法が、呼吸法が、やっぱそういうことですごいできてる人はすごい簡単。へえ、そうなんですね。それがしやすいタイプの方。続きましてですね、ラジオネームおなしおねさんからいただきました。タイガーハトリさんに質問です。よく試合中に巻き添えを食らって失神しているレフェリーがいますが、タイガーさんが受けた一番ひどい巻き添えを教えてください。いや、僕はもう蓄積でね、もう何十年でやってるから、はい、もう背中こ、なんていうんですか先生、脊髄ですね、脊髄、椎間板ヘルニアになって今リハビリしてるんです。背中がね、20センチぐらい切られちゃって。手術でですか。2ヶ月ぐらい、まあ手術は2ヶ月ぐらい前。めっちゃ最近じゃないですか。でもほやほやで、やっぱりね、一番強烈だったのはね、あけぼのにガチャーンって行かれた時は、それはきついですね。体が大きいですもんね。もう先生に叫んで上から呼ぶ余裕もなかったですね。その時のリング、まあいたんじゃないですか多分。お、僕のパートナーですから先生は。もう二人はいつもレフリーしててね、はい、レフリーとリングドクターで選手がやばいなと思う時いつもサインを送るんですよ。おい、先生パッて来てくれるからさ、はい、それでだいぶ助かってる人もいますよ。いや本当に、はあ、やっぱこう身近でレフリーが一番近いところで選手見てるから、いや、そうそうそう、そこで判断される。今でもね、トップでやってるね、はい、高山選手って、はい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 、まあこの名前出していいんですかね。全然全然期待してください。あの人は先生いなかったら多分 ね、 あ、あの時はね、やばかった。命の恩人だ。いや本当ですよ。結構なんかこれはもうね、もし先生がおられなかったら、おられなかった、もし本当にねうまくその緊急病院から全部できなかったと、うん、今とも元気でやってますよ。だから彼すごい感謝してると思う先生に、うん、すごい、ね、はい、続きましてラジオネームくるみさんからいただきました。試合の時は怖そうにしてるけど実は優しいプロレスラーはいますか。あ、キャラクターだからね。そうですね、これダメですね。ヒールキャラなのに、あの人ほんまええ人やで言ったら営業妨害。そうなんですよ。大丈夫ですか。そんなね、そんなのはキャラクターだから、はい、ヒールだろうがベビーフェイスに関係ないですよ。あ、じゃあ逆に僕はほらオールスクールで育ってるから、はい、今のファッションとはちょっと違うんですよ。どういうことですか、どういうことですか。今やっぱりニュースクール、プロレスも今もう段階で、はいはいはい、新しい、まあ、あなたたちと一緒で若い人のあれだから、はい、難しいこともありますよ。でもうちの、まあ、新日本プロレスで、まあ、言ったら、はいはいはい、真壁とか、はい、やっぱりああいうのはオールドスクールで長州なんか育てられてるから、よここの横の余裕はないけどすごい素直だけど、やっぱりあオールドスクールだなと思う。だけど今のジェネレーションの人はニュースクールって、はいはい、今はもう時代もファンもそうだしね、ファッションだし、うんうんうん、なんか聞いたらあなたの同じ大学の田中選手、ね、そうですそうです、田中選手、私大学の先輩なんですよ、ね、はいはいはい、ああいうちょっと頭と全部ファッションもかっこいいし、ね、やっぱあれが抜けてますね。すごい人気ありますよね、うん、すごい人気。続きましてラジオネームおなかピーピーさんからいただきました。アントニオ猪木さんの顎を触ったことありますか。これ聞きたい。あります。あ、今あるんですか。どうですかどうですか。やっぱりこうそんなことはテレビでラジオだっけこれ言えないじゃない言えないですね。とりあえず触ったことはありはるということで、はい、続きましてラジオネーム山手線内回りさんからいただきました。ぶっちゃけカウントの時ワンツーとツースリーの間間が違いますよねと。あ、本当にそれは年のせいじゃない、はい、僕は気のせいとかそういうものですか ね、 ね、正確にワン、ツー、スリーみたいな感じですよね。そういうことは根はないと思う。根はない、うん、はい、2.99 とか言いますけど、まあ、そういうこともある。やっぱ思いすぎかも分かんないね。ああ、うん、まあ、こっちが感情入って見てるから間が違うように見えてしまうだけ で、 う、でもうレフェリーの方はあのすごい正確やと
いやみんな性格じゃないですか。でもすごい感情入れね入ってみちゃいますよね。ねえ、ね、なんかともちん質問ありますか。質問、はい、なんだろう。でもすごいこの人はすごいと思った人って誰ですか。この人はすごいって天才だなって選手で、はい、天才は結構いますけどすごいなとね、やっぱり長州力がすごいと思う。へあすごいなと思う。へあのスケールとか、はい、練習とかコンディショニングとか、うん、健康面とかいろんな面に対してすごいと思う。でもすごい努力もされてるでしょうね。すごい、あの人はね、猪木さんもそうだけど、はい、今の選手はニーパッドとかいろんなあの作ってやるじゃない。怪我しない。はいはいはい、つけてはりますね。怪我しないように、はいはい、一切したことない。え、すごい。長州力ってしたことない。あ、そうなんですか。うん、それだけやっぱり基礎のトレーニングができてるのかなと思うけどさ。はあ、長州小力さん。でも時代の感覚。時代、長州小力さんはどうですか。小力さんは、ちょっと知ってるけどあんまりよく知らないんだよ、ね。よく知らない。芸人さんで一番長いのはあの。はい。はちみつ二郎さん、はちみつ二郎さんもねプロレス今すごいやってらっしゃいますもんね、うん、あの人はよくお友達だから知ってます。へ、私火曜日にはちみつ二郎さん試合見に行ったばっかりですわ。あ、そういい、すごいいいコンディションでね、最近ね体すごい鍛えられて、ほんまのもうガチガチプロレスラーみたいになってらっしゃいますよね。あんまり褒めないがいいですよ。あれね、あれはい、 あとですね、私これねすごいご情報を仕入れてまいりまして、なんとですね、タイガーさんがですね、佐々木健介さん、北斗晶さん、お二人の馴れ初めを知ってらっしゃるという情報を得たんですけども、超聞きたい。健介の、はいはいはい、健介オフィス、健介さんの、はい、聞きたい。怖いね、でも北斗さんだったらこれ皆さんね絶対行きたいですよね。いや面白いですよこの話も。はいはいはい、あの慣れ初めはね、はい、平壌、北朝鮮、ええプロレスでね、僕本当に共産北朝鮮に行ったら多分すごいいろんなとこ行かせてくれてすごい思い出なんだけど、はい、イラクとか、はいはい、へロシアとか、はい、北朝鮮とか、北朝鮮行った時にね結ばれたんだと思うんですよね。初めてお二人が一つになった場所ですか。そうそうそう、もうすっごいなんかまあ日本じゃ考えられないよな、はい、その国交がないからさ、チャーター機で行ってさ、あ、うん、もうだいぶ前ですね。先生行きました。私も行ったでしょ。うん、行ってました。あの林先生も田中さんも一緒に生き証人。え、じゃあ私今よく知ってます。お二方はその初めて結ばれた時に一緒に、うん、そう見てました。それ見て見て覗いてました。あ、そうなんですね。あんなすごい家庭築き上げてすごいよね。ね、すごい、うん、素晴らしいと思う、うん、素晴らしい。どっちがすごいですかね。北斗さんがすごいじゃない、やっぱり。え、あれどっちがどっちからこう押してカップルになったとかいうのは、北斗さんじゃないかな。あらららら、健介かな、うんうん、健介だと思います私は。あ、うん、健介さんから、うん、でも最高のカップルじゃないですか、うん、あれ。そうですよね、すごい理想です。理想。あ、続きまして質問来ております。今後プロレス以外でやりたいことは何ですか。あ、僕ですか。はい、いや、やりたいことってもうこれからやりたいこといっぱいあるんだけどさ、また、はい、今から何人いるか分かんないけどいや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 、もっとプロレスやりたいですよ。プロレス、うん、この仕事やりたい。うーん、面白い。あの仕事嫌だって感じこの人生一回もないもん。わー、それすごい、うん、大学出てプロレスしか知らないもんだって。素敵。もうそんなタイガー服部さん来ていただきましたけど、残念ながらそろそろお時間になってまいりました。何かですね告知ありましたらお願いいたします。実はですね、はい、新日本プロレスの唯一、はい、サマータイム、あの G1 クライマックスっていうのはね、はいはいはい、明日から、はい、明日から8月1日から14日まで、はい、14日は両方国技館ですけど、国技館、それからあの後楽園もやりますし、はいはいはい、代々木もやりますし、はい、ぜひともあの足を運んでいただいたら幸せです。あの、はい、5日ですね、はい、
8月5日後楽園でやります。8月5日が後楽園、はい、はい。それと代々木は10日、11日、はい、で13日後楽園、お13日後楽園で14日が最終戦、両国ですか？両国です。わあ、来ますね。これはもう本当にベストのあのトーナメントですから、はいはいはい、日本で多分一番の、まあ、世界で一位と思いますけど、歴史もあるし、はい、ぜひとも見に来てください。はい、うん、皆さんぜひ、新日の G1 グランプリ見に行ってください。今夜のゲストはタイガ服部さんでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。それではここで一曲聴いていただきましょう。学生の皆さん、あれですね、これまさかの私あのお流そうとしてたのがチューブだったんですけど、あのなんかすごい、これなんですか、ちびまる子ちゃんですかね今のはね、はい、もう一回もう一回いきましょう。はい、それでは一曲聴いていただきましょう。学生の皆さん、そろそろ夏休みが始まったんじゃないでしょうか。夏休み、夏といえばこのアーティストですね。チューブさんの通算11枚目のシングルとなります、あ夏休み、聴いてください。では全力ゲラゲラ1分間の結果発表をさせていただきます。ご自身では20ゲラゲラ獲得できるとできてると思いますか？どうしようかね、なんとかいけばお願いと思ってます。いやー、よかったですよね、すごいね、はい、それでは発表させていただきたいと思います。トータルゲラゲラ数は21ゲラゲラゲラ。キレポーズ出ました。はい、林正幸さんにですねメールがたくさん届いてます。ラジオネーム正幸さん、林先生に一ゲラゲラトークめっちゃうまかったです。
ハンドルネームおなしおねさん、いちげらげら進展します。そうですね、お肉さんベッド、なんかネタっぽいのでつまんない、ゼロゲラゲラネタなんですよ焼きそばさん、いちげらげら、ありがとうございます。おー、いっぱい来てますよ先生、すごいすごいですね。年末には頑張らせていただきますね、よろしくお願いします。おー、すごい。それでは最後に告知などあればお願いします。はい、12月の葛飾区でですね、会場を探したんですけど、もうどこもいっぱいだったんです。それで10日か24日の日はなんとかそのテクノプラザっていうところが空いてたんで撮ろうと思ったんですけど、葛飾区の人なんか撮れないとか言われて、改めてなんか今葛飾区の人にお願いして撮ってもらおうかなと思ってますので、多分10日か24日頃には、ドクター林という人がなんかライブやるそうですので、私もそこに参加させていただければと思っておりますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ご来場ください。はい、ありがとうございました。林正幸さんでした。ありがとうございました。すごかったですね。ねえ先生、林正幸さんなかなかネタ上手い方ですよね。すごいですね。すごかったですか。ねえ、すごかったですね。なかなかまだまだあるんですよ。こんなもんじゃないですよ。あれあ、そうなんですか。いっぱいあるんです私、本当にもう仕事中ずっと考えてるんですよ。午前シーンと午後シーンの間に寝ずに仕事中に午前午前中にですよ。すごいですね。はい、本日もたくさんのメールありがとうございました。さて、お送りしてきましたドクター林の健康ゲラゲラクリニック、そろそろおしまいの時間となってしまいました。ですね、ここで、番組にいただいてのメールをさらっとご紹介いたします。焼きそばさん、言われてみれば長州力選手は膝当てとかつけてた記憶がないです。なるほど、納得です。ほんまですね。学びこうびかんさんからいただきました。小学生の頃プロレスよく見ていて、友達にマザーかけていたりしたのですが、あんまり良くないですよね。これどうなんですかね先生、こう一般の方が真似っこしてやるのは。そうです、いや危険な技をやっぱりやっちゃいけないですよね。腕式とか怖そう。あれ腕パって何は腕式ですよね。こうやってこうやってピッて伸ばすやつ。ああ、あれ危ないですよ本当に。あれ危ない危ない、うん、結構 やっぱりやらない方がいいですよね、プロレスごっこなんて。でも僕は、うん、危険ですよ。危険ですね。今日はすごかったな。まあなんかね、いろいろめちゃくちゃでしたけど今日はね。めちゃくちゃ。もうなんとかゲストも来ない、ゲストは来たか、ゲストだけど芸人も来ないしね。いやもうでもね、芸人来ましたよ。今回の芸人さんすごかったです。うん、もう一枚いただいてます。まだびこおびかんさんからいただきました。サニーさんこんばんは。こんばんは。今日も楽しく聞いてます。時々スミレンヌも映してあげてください。いいんです私は。いいんです私はいないことで。はい、今日の内容はどんな内容ですか。今日はですね。まず健康はね、うん、呼吸法を教えて、あったね、健康は呼吸法が大事だと、はい、呼吸によって健康になれるんだということをね、はい、本当ただやたらと息吸って吐いたりしたりだけじゃなくて、はい、考えて時々こうふっと吹くようなね、呼吸をしていくと非常に体にいいと、はい、吹き矢が吹き矢いいですよ、いいことずくめだと、うん、そう、はい、でゲストはあのタイガー服部さんに来て、ね、そうですね、もうちょっとね、あの服部さんに健康の話とか、はい、それからまあまあ、もっといろいろちょっと質問を私したかったのがあるんですけどね、まあリスナーの皆さんから質問なんかね、プロレス、今の現在のプロレスのことが多かったですからね、はい、まあそういうのはまたレスラー続けて話をしてもらうといいかもしれないと思うんですよね。まあ、基本的にやっぱり笑いと健康っていうのはこれテーマですから、はい、プロレスと笑いと何でもないしね、プロレスがテーマでもないんで、はい、まあいろいろやっぱり基本的には健康と笑いというのを崩さずに今後もやっていきたいと思っています。はい、はい、そしてもう芸人さんのコーナーなんてね、うん、今日は ね、すごい芸達者な林正幸さんが来ていただきまして、ね、あれすごかったですね。あれな、あれ先生あれなんかあれ他にもキャラがあるんですか。いろいろキャラっていうか、要するにああいうネタを、はい、歌を歌いながらやるんですね。あれそうか、リサイタルとかやってらっしゃいますもんね。そう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 、ああいうことを喋りながら歌を歌うというのは私の芸ですね。はあ、ちょっと芸披露。先生歌ね、お医者サンバとか健康ゲラゲラ音頭以外に、うん、今度新曲出るよって言わないんですか。うん、新曲っていうか、まあ、昔の曲なんですけども、はい、それをカバーして歌おうっていう経過がありまして、 あらそれはデュエットなんですけどね、まあ、やろうという話が今ありますけども、はい、まだ練習しないでいるだけで全くやりたくないなと思って、なんでやりたくないの。いや、やりますけど、やるんですけどね、はい、まあ、そういう話があるということですね。その時はまたここで紹介させていただきたいと思います。楽しみにしてます。ぜひ聞きたいですね。この音楽が流れましたね。でもまだ5分あるんだ。そうです、まだ早いですね。あと2分ですか。2分ですか。
そういうことでなんだっけ、そう来今度が、ね、4日ですね。そうですよ、4日に、来週に収録するんですね。収録なので生放送じゃないんですよね。そうだからなんで、あ、でもほらあの、うん、その分ね生でメール送っていただいても残念っていうのがあるので、ね、はい、前もって募集です。もう今日送っといてくださいよ。カノさんお願いします。はい。話してほしいことを前もって皆さんもう今からどし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 そうです、ね、メールください。はい。もうなしですか？もうまあまだまだまだ話せるね。貴重な貴重な電波流れる、はい、終わりです。はい、終わり、あ、もう、はい、じゃあ閉めましょうね。それでバタバタしてやってまいりましたけど、1時間でございましたけどね、終わりの時間が近づいてまいりました。どうぞ皆様今週もまだまだ暑い日が続くと思いますが、どうぞお体気をつけて、クールビズでお過ごしいただきたいと思います。ありがとうございました。さようなら。さようなら。お医者様、世界中が平和に暮らせたらいいな。お医者様、健康は幸せ。